はいじゃあそれではホワイトボードを移してください続きまして大きい数字の2番 PPM ですねこちら学習を始めていきましょうはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうかじゃ早速ですね大きい2番の PPM 学習を始めていきますで PPM はこの企業系理論の中でももうこちらページ見ていただいている方にはお分かりいただけるようにもう非常にね出題頻度高いです もう被災頻度がものすごく高い。で、一時のみならず、二時でも出てます。事例の二。マーケティング流通に関する事例の中で、被災されてますんで、皆さん、ここに早速。二時というふうに、二時マークもつけといてください。二時にも出ますよと。 ですからこの PPM のフレームワークは事例の1で出てもおかしくないものでありますのでぜひねまあ今後出題された時1時でも2時でも必ず得点を取れるようにまあしっかりとここで勉強を進めてくださいでこの PPM の理論はま,あまずそうですねもうボストンコンサルティンググループが開発したこれはかなり有名です。 そうですね戦略論の勉強してない方でもどこかの本には多分出てきて知ってるなんて方が結構多いと思うんですけれどもまずは PPM 1のところはそれぞれ皆さん見てください見ておいてくださいこれはもう特に難しいことではないです。でポイントは何かっていうとまずそちらの,1の図が書いてありますね図,図はこちらにちょっと簡略化したものを書いてます。 図を持ちながら説明していきますがその図の下目的まずマーカー引いていきましょうマーカーカですね目的は次でですすははい図の下1行目ですよ目よ的は企業全体のキャッシューローのバランスを取りながらここ、ずっとマーカー引いてください収益力と成長率を成長性を高める検討を行うことここ、マーカーですね。でもう1つはい金のなる木で生み出した余剰資金を。 マーカーカですね魅力の高い問題児やでこの問題児強く引いといてください魅力の高い問題児や花形製品に集中投入でその下の行を見てください資金の資金のってことはキャッシュとかキャッシュフローとか言われるようにお金のことです資金の選択と集中が戦略ポイントここマーカー引いてください資金のです よろしいですねここしっかりとインプットしておかないと選択肢本試験の選択肢の試験が投げる変化球に打ちち取られちゃいますですからしっかりとまずは資金のことお金の動きに着目してるんだなということをしっかりインプットしていただければのの試験の変化球は打ち返すすことができますですからまず今引いたところをしっかりとインプットしていただきたいんですがまず図の中ここもね 抑えておかないいと難しいんですね二次の場合にはやっぱりこの PPM って考えた時に図をしっかり理解するってことも重要になります。卓一じゃなくてね二次は記述ですからじゃあいきましょうまず縦軸が市場の成長率とで横軸が相対的なんです。相対的というのはこれどういうことかっていうと誰かと比べてなんです。例えば 私と竹永講師を比べて相対的にどちらが足が足速いいののかとかいうのととう同じででで比比べべるるとということですね比べるで相対的にじゃあ誰と比べるんですかといったらまあこちら最大の競合他社の市場シェアといったところでまあこれはもうリーダー企業みたいな感じですねですからそういったところあとで計算進めていきますが比較しますよとこちら相対的市場占有率です。 どれだけ市場のマーケットを占めるか、まあ、いわばシェアというところになりますね市場のシェアと、はいまあ、そんなところが縦軸横軸でまず来てますのでこちら BCG の PPM の図のところホワイトボード書いた内容と照らし合わせてまずここが重要だなとそして成長率が高い低いここ間違えないでくださいねで相対的市場占有率が高い低い よろしいですかこっっちちがが高いこっちが低いといこ低とう形になりますこれ逆に書くと全く変わってしまうんでここね要注意としてしっかりと高い低いいい低に丸をして,おいてください図の中ね高い低いどっちが高くてどっちが低いのかっていうのをちゃんと覚えておかないと、まあ、試験でちょっと失敗する可能性が出てきます。じゃあまず最初に進めていきたいのは何かって言いますとちょっとですねこちら縦軸と横軸と。 で、どのように成り立ってるんですか？って言ったところで少し飛ばしましょう。そうですね。こちら括弧の3番目、ちょっと先に見てください。ppm の理論的背景っていうのがあります。で、それぞれここで考えなきゃいけないのは市場成長率っていうのが縦軸です。市場成長率。 よろしいですか市場成長率っていうのは縦軸でありましてじゃあこれの根拠って何ですかとまあ背景って書いてありますけど理論的背景がこちら製品ライフサイクル理論っていう考え方になります。 ですからまずリンクしているのはこいつとこいつはリンクしてますよというところでしっかりとインプットしていただきましてじゃあ製品のライフサイクル理論って何ですかと言いますとまずはこちらマーカー引いてください1のところの2行目2行目同じですよ横軸と導入期成長期成熟期衰退期の4段階から成立ここまでマーク。 この横軸の部分の文章をマーク引いといてください。丸1の2行目ですね。かっこ3番目丸1の2行目ここマーカー引いといてください。で、これは企業の。まあ、製品なら製品なら成長していくって言ったところがポイントになります。ライフサイクル理論である製品とか。 いうところがぐっと成長するときに、まあそれはまあこういうふうな人間の寿命と一緒ですね。まあこういうね、こうサイクルをあのなんていうの、ライフサイクルっていうのを描きますよっていうのが理論的にあります。じゃあこれがどうリンクしてくるのかというところをちょっと考えていきますと、まず導入期。皆さん製品を導入し始めた最初の導入期ってどうですか。これなかなか売れないですよね。売れない、なかなか売れないです。売れない。 でそれがだん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 売れるようになってくるのは何かっていうと成長期になります成長期ここはあのマーケティングの中にも後半部分のマーケティングの中でもちゃんとありますからねそこにリンクしてきますんでちゃんと覚えておいてくださいで成長期になるにつれてこうどん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 売れてくるわけですよグッとで成長期はどうなのかっていうとどん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 売れてきてあこの製品いいなっていう形になってきてそして 成熟期になると確かにこの売上なら売上っていったところのカーブは高いですよねここの例えば導入期よりも成長期よりも成熟期の方がそれぞれ高さはどん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 高くなっていくんですけれどもいくんですけれども傾きは緩やかになりますね例えばこの導入期のところの点ありますね赤い丸。この傾きと でここからずっとここ急ですよねすごい傾きが皆さんよろしいですか傾き急ですよねこれ経済学的なあの勉強された方はご存知かなと思います傾きが急で傾き緩やかになってきますね成熟っていうことだからもうそのマーケットの中ではこの製品はなかなかもう成長しにくいとこんな形ですでピークが迎えてピークを迎えてここから下り調子の衰退期今度は傾きが逆になります ね、どん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 減っていく方向に行きますよとはい。まずここのライフサイクルをしっかりと把握していただいてじゃあ導入期ってどこになりますか導入期ってどこですか最初のうちなんか将来伸びそうなんだけどちょっとなかなか伸びないなぁなんて製品はこちら問題時と言ったところにリンクしていきますですからまず導入期ってどこなんですか いうふうふに考えた時に ppm の中ではちょっと略しますよ問題児になりますよじゃあ成長期はっつったらもうこれ花形ですねどんどん伸びていくと成長期は花形になりますよそして成熟期はっていうともう金のなる木金のなる木になりますと。で負け犬と。 でこれがそれぞれライフサイクルと ppm とのまあリンクまあこちら理論的な背景という形になってきますのでまずしっかりとそこを覚えておいてくださいよろしいですねで縦軸の今お話です縦軸のお話になりますちゃんと選択肢でこうねリンクした内容が仮に出てくる例えば花形製品はね製品ライフサイクルの中でいうと成熟期にあたるブーですよね まこれは成長期になりますとですからそういうのが出た時にしっかりと回答できるようにしていただきたいと、はい。じゃあそして続いて今度横軸いきましょう横軸横軸はこちら相対的市場占有率という言葉が書いてあります。 さあ、ここに出てくるのは何かというと、これもテキストに書いてあるので、いいかなと思います。市場占有率、これは、まず、じゃ、市場占有率って何かなというところ、ちょっと上側見てください。括弧の二番目、括弧の二番目の、丸二を見てください。括弧の二番目の丸、丸二。丸二の中で、まずは市場占有率、相対がないやつ。市場占有率って何ですか、といったところで、マーカーのポイントは、マーカーのポイントはこちら。一行目の真ん中。 一つの企業がどの程度どの程度の割合を供給しているかを示す指標はいマーカーを引いてくださいここねでそれを市場シェアというとだ別名市場シェアとなりますで特にメーカーさんもう本当にビールメーカーでも本当に飲料メーカーでもこのシェアをなんとか取っていこうとこれすごく頑張ります。 シェアを取っていくじゃあなぜシェアを取るんですかといったところはこの PPM の中のこちらですね経験曲線次に説明する経験曲線とシェアを取っていくまあチャンネル戦略ってよく言うんですけど後半部分のマーケティングに書いてありますがチャンネル戦略の動機の中で動機っていうか戦略の方向性で市場シェアを取っていくっていうのがマーケティングのあメーカーの中のマーケティングなんですがその理由はこちら経験曲線とリンクしていきます。はい じゃあ皆さん頭の中で今のことを整理しますとまずシェアをメーカーさんが獲得していくよろしいですねメーカーさんがシェアを獲得していくっていうのはじゃあなぜ獲得するんですかねそういった戦略の方向性の中で考えていきますとそれはシェアを獲得していく理由はこの経験曲線が一つありますよというところをインプットしておいてくださいよろしいですかここ2時に今ちょっとつながるところなんでまとめてみましたメーカーさんがこのシェアを獲得する 市場占有率それはなぜですかね戦略の方向性としてシェアを獲得するなぜですかっていうそのまあ根拠としてはこちら経験曲線効果っていうのが背景にありますよとねちょっと覚えておいてくださいじゃあもう一つ A 市場占有率の下行きましょう二の B 相対的はい相対的今度は誰かと比較してっていう相対的市場占有率で。 ままずここでいきましょう業界における業界における最大の競合他社の市場占有率に対する自社の市場占有率ここマーカーカ引いいいてておください相対的市場成長率は何ですかって言ったら今のマーカーのポイントですね業界における最大の競合他社の市場,成長率市場占有率に対する自社の市場占有率よろしいですか。 市場占有率相対的市場占有率言葉の違いここをしっかりとまず押さえていただいてこの問題は、まあ、この問題というかこの知識は本試験の中ではこの計算問題できないとちょいとまずいのでまず計算問題をしっかりと回答していただきたいと思います。はいじゃあ皆さんこちらで、はい、求めてください。 相対的市場占有率を求めてくださいという問題が出たらいくらになりますまあ、パーセンテージでも初数でもいいですけどどうですかまずは計算はこちらですね定義通りに行くと自社の市場占有率ですねでそれが最大の競合他社の市場シェア市場占有率に対するですから割り算としてはこちら10%ですから0.1% 割るここで零点二五になりますよね。はい。ですから割り算としては零点二五。まあ非常に皆さんもねもう解けたかなと思うんですけれども、そうすると零点四になります。ですから四十パーセント。零点四すなわち四十パーセントになりますよと。 こういうふうに計算してください。本試験の中では計算問われますので、まあ、皆さんちょうどここでリンクしていきますと言ったところをしっかりと計算とあのリンクさせておいてください。はい、ここよろしいですかね。じゃあまずは計算問題これで皆さんはできます。できます。で、市場占有率とまあ相対的市場占有率の違いも分かった。で、もう一つ2時に先ほど申し上げたようになぜメーカーはシェアをこうね 獲得していきたいのか、戦略の方向性として獲得していきたいのかと言ったところで。じゃあ、メーカーさんはその理由として一つ経験曲線があります。テキスト見てください。丸二のところですね。ページ二十、こちら五ページになります。丸二。経験曲線、さあ、マーカー引いていきましょう。まずは、マーカーは一行目の一番最後。縦軸にコスト、横軸に累積生産量を。 はしたグラフでは原点に対してこれは経済でもやるように凸となるとねここマーカー引いておいてください今のところですねでこれ何を表すのかっていうとこちら生産量の累積に伴いコストが低下する様子を示す曲線と書いてありますだから生産量がこの累積っていうことは横軸累積生産量になってますねで 縦軸が製品単位当たり平均コストになってますからグラフの動きとしてはどっちが先ですかちょっと経済学的になりますがグラフの動,くと動きとしては横軸先になりますね横軸ですから12になりますこの順番もしっかりと考えておいて覚えておいてください。ね、丸1生産量がが増えるるとこの単位当たりコストが減る じゃあそれはなぜですかって言った時に今一つがこちら経験曲線すなわちこの相対的市場占有率の背景にある経験曲線効果と呼ばれますよと。それが経験曲線効果と呼ばれますよと。 それはもう一つこの経験曲線効果っていうのが大きい円ならばその中に含まれるものとして何があるんですかっていうとこれちょっと覚えておいてください学習効果これ含まれますよとだからまあちょっと円で書きますとこっちの円がでかくて学習効果がちっちゃいって感じそんな感じですねちょっと含まれるよっていうことはインプットしておいてください どっちの言葉で出てもいけるようにねじゃあその内容についてちょっと見ていただきたいのがこの経験曲線効果今読んでマーカー引いていただいた二のところそのマーカー引いた次見てください経験累積による作業改善生産工程製品設計の改良などがコストの低下をもたらすじゃあそれはどこから来るのかと言いますと学習からきますよね何か例えば作業をしていたら こうした方がいいんじゃないのというのは1回だとわからないけど何回も何回も作業してくるとそのちょっととダメな部分がわかると例えば何かを組み立てるときにこっちを組み立ててからこっちを組み立てた方がいいんじゃないのっていうのをね逆やってたらなんか体の動きがきついよねいやこっちからこうの方が楽じゃないとかねまあそういう具体的なイメージでいうとこっちからこっちにした方がいいよねあ早くできたとじゃあそういうふうに組み立てていこうというのが学習。 それを学習するとじゃあどどどどんどんどんじゃあみんんみななに波及していこうなんてじゃあ竹永さんもそうやって組み立ててねあっ千曲さんもそうやって組み立ててなんて形でじゃあこの工場全体でどちらかというと右から左に組み立てた方が体が楽だと早いとねそういう形でちゃんと経験曲線効果コストは落ちていきますよね早く組み立てられるっていうことはコストは落ちるそうなりますよねですからそこが経験曲線で表されると。 ね、この経験曲線効果が経験曲線で表されるしっかりとインプットしておいてくださいで先にちょっと下行きますと PPM に基づく企業の対応例ここ二次マークつけておいてくださいここは二次用に、まあそうですねまあ、結構あの昔に出た内容なんです「平成19年」なんて書いてありますけれど昔に出た内容なんですが二次に出そうなので一応ここ残してあります。 ですから皆さん虹マークつけて特に難しい内容ではないのでこの表の中ねちゃんと読み込んでおいてくださいよろしいでしょうかねこちらは企業の対応例は読み込んでおいてください今の経験曲線のこちらの下に書いてある内容ですねはいじゃあそして戻りましょう戻りましたここで今学習した内容は縦軸横軸学習しましたで青で書いたのがこちら縦軸の根拠ありますよねで赤で書いたのが横軸の 計算と根拠という形になりますそこまでは学習終了ですじゃあちょっと前に戻りましてここでいきますとまず一つ目 SBU っていうのが二に出てきます SBU 戦略的事業単位とこれちょっと学習しましたよね忘れちゃった方は前戻ってみてくださいじゃあ SBU いきましょう SBU の組織的な特性っていうのは何かっていうと他の SBU とは独立したまあ独立の事業ミッションを持つ 例えば家電のメーカーだったらそうですねスマホ事業部とかであとは例えば高級家電事業部とかねまあ安い家電の事業部ってあるのかちょっとわからないんですけど、まあ、そういうふうにそれぞれぞのこうミッションってありますよね例えばスマホだったら、まあ、日本のメーカーさんだったら iPhone に絶対勝つぜみたいなね、まあ、そういったこうミッションがあったりするとかであとは例えば高級家電だったら海外の高級家電メーカーに対して負けるわけにいかないとかちゃんとミッションがあると。 で明確なもちろん今 iPhone に勝つでと言ったように競争会社を持ってますでそして続いて資格の中の3番目外部市場において一人前の競争者だからある程度大きい会社なわけですよねでそれぞれの SBU がまあ事業部として戦うことができるとでいきましょう続いてこちら製品市場設備並びに組織に対して他の SBU とは独立して統合的なまあ戦略計画を立案できるそうですよねスマホと あとは高級家電全然違いますですからちゃんと独立して統合的な戦略的計画を立てるまあ立案できるとこれはもうよろしいかなで続いていきましょうその分野のその事業分野の成功にとって決定的に重要な技術製造マーケティングに関して計画の範囲内で自由に対処できる。だだから一応計画を立ててくださいじゃあその SBU の計画っていうのは何に従うのかって言いますとこれは全社的な戦略に必ず従いますこれちょっと覚えておいてくださいでこれちょっと前の方を見ていきますと前の方ちょっと見てくださいするとえっとですね 経営戦略のの策定フローっていうのを勉強しましまた私ザリガニって皆さんにアドバイスした経営戦略の策定フローで全体戦略の下事業部別戦略というふうになってますので SBU はこちら全体戦略に従うというところでちょっとねザリガニの絵を思い出していただきたいはいよろしいでしょうかねここまでがまずは SBU じゃあ SBU をどうやってこの PPM の中に当てはめて考えていくんですか いう話なんですけれども PPM の中にね当てはめて考えていくんですかって話なんですがまず一つ出てくるのがいきましょう問題児問題児ってありますじゃあ問題児に対してどうすればいいんですかっていうとお金が生み出されるのは金のなる木です金なる木ここはまず PPM の大きい2番の括弧1の下の図を見ていただきますと資金流入は大なんです,ですからまずは流入が大と入りが大きいと。 ですよねでもう一つが資金流出が小さいでが小さいとこうなりますね資金流入が大でが小さいとなってきますはいまあそんなところじゃあ花形はと言いますと花形は資金流入が大でも大と、ね、流入が大きいお金もたくさん入ってきますよとじゃあ 出るのも大きいですよねと大ききいいいでですすよよねねこういった形じゃあ問題児はというと資金流入が小さいんだけど出ていくのが大きいね資金流入が小さいんだけど出ていくのは大きいと大きいじゃあ負け犬はっていうとこれ両方とも小さいです流入も小さいし流出も小さいと だからお金も入ってこはいじゃあなんでここでちょっと考えていただきたいのがなぜ流出ででかかいんですかこの花形っていうのは成長期ですよね成長期で成長期であってまあお金も入ってきますお金も入ってくるそれはそうですよね経験曲線効果考えてもどん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 ものを作って まあコストが安くななれば利益となりますよねここよろしいですか皆様の財務勉強してない方ここら辺の考え方ちょっとですね財務の時にしっかりと把握していただきたいんですけどこの売れるっていうことは生産量が増えるっていうことはまあ売り上げが上がってると、まあ、売上げにしとこう、はい、売上げが上がるっていうことはまあ売れてるっていうことですね売上げ上がりますと。 でそうするということは売上が上がるということは生産量生産量が増えるとで累積っていうことは導入期より成長期の方が作ってますよねたくさんそれだけ時間が経ってるのでで生産量が売上が上がるっていうことは生産量も上がりますよねとはいここよろしいでしょうかでなんでキャッシュにつながってくるのという話がちょっとわからない方はここ見てくださいわかる方はここ飛ばしていただいて結構です はいでそうするとまずは売り上上上が上ががまますすで生産量上がってますよねだから作る売れれば売れるほど作んなきゃいけないからここがちょうど例えば成長期でもぐンとこう上がってくるとねでじゃあなぜ作れば作るほどコストって減るのって言ったら一つは学習するからというところもあります。であとは生産量が増えるっていうことは生産量が増えるっていうことは単位あたりのコストっていう単位製品1個あたりのコストっていうのは減っていくんですよ。 減っていくこれはあの原価計算でちょっと勉強してください細かいところは原価計算財務会計の原価計算で勉強していただきたいじゃあこの生産量が増えるってことはこれまず一つ目何かっていうと単位当たりっていうのは1個当たりっていうふうに考えてください1個あたりとはいこういう形ね で例えば私今この黄色いマーカーでマーカー引いてます皆さんにマーカー言ってください私も引いてます実際に忘れないようにでその時にこのマーカーペン100円なんですよ100円100円ですから1個売れると1個売れるとまあ売り上げは100円儲かるわけですね1個売れると売り上げが100円儲かるですから売り上げがちょっと青で書いた方がいいかな売り上げがここで100円と100円とで1本 1>, まあ1個、ねあのー、売れますよと1個あたり100円売れますと100円儲かりますとじゃあコストはというとそうですね初めのうちは1個あたりのコストいくらにしましょうか50円と50円と1個あたりはいただ作っていけばいくほどコストっていうのは落ちますまあそれは何かっていうのは詳しくは財務会計で。 まあ固定費があったりするので、基本的にはどうなのか？って言うと初めは50円なんだけど、50円なんだけど、生産量が増えていく生産量が増えていくと、もう一つ。何が起きるのかっていうと、この1個あたりのコストが30円で作れるようになりましたよ。とこういう形なんです。それは一つはどういうことが起きるのかって言うと効率が良くなるわけですね。学習効果であ、こっちからこっちにした方がいいという。ところで、時間が少なくなると例えば。 マーカーカ1本にこう作成にかかる時給も減るわけじゃないですか工場の労働者のありますよね。はい、であとは材料をたくさん仕入れれば仕入れるほど材料っていうのはたくさん仕入れれば仕入れるほど安いとこれも原則なんですね皆さんもそうじゃないですか1本買うよりは100本買った方がちょっと負けてもらえるかなと思いますよねそれと同じですからたくさん作れば作るほどたくさん仕入れることになるんでまあ仕入れの負けの部分 割引の部分も出てきますよとねちょっと負けてよという部分も出てきますよとそうするとこの時に100円で50円だとじゃあいきましょう利益っていくらですか ?100 円で50円だと利益は利益でこの時の利益はそれぞれ考えていただくとわかります100円で50円ということはあとコストかからないっていうふうに考えていったらこれ利益50円ですよね50円で 100円で30ということは利益は70円となります。70円。だから生産量が増えると利益が増えるっていうこういう関連が出てきます。よろしいですね。よろしいですね。だからここでいうところのじゃあこの利益って何になるんですかって言うと利益っていうのがこれまた財務会計で勉強していただきたいんですけどキャッシュとしに繋がりますと言っておきましょうね。 まあ詳しくはなぜつながるって言ったのかっていうのは財務で勉強してくださいイコールではないですつながりますとねつながりますだから利益が増えればこちらが増えればキャッシュも増えますよとまあ、ここの関係性はあるでしょうねですからこちら花形製品はキャッシュの流入が大きいでキャッシュの流入が大きいと言ったところになってきますそれは横軸の相対的赤で書きましたあえてここは 相対的市場占有率がこちらに行くほど高くなる。上がるっていうところですね。はい。上がるっていうことは何なのかというと、たくさん作るから、こういうふうになりますと。 はいまあ、そういったところでちょっと数字で入れました、ね、この辺ねよく分かりにくいっていう質問もありますのでこちらしっかりとまず皆さんインプットしておいてください。よくね研修とかでもこちら話していくとこの経験曲線効果なんとなく分かるんだけど、まあ、具体的にこうっていったところが、まあ、財務をこうちゃんと勉強する例えば中小企業診断士の試験を受験する皆さんだったらお財務の原価計算見ればいいのねって言えるんですけど企業経理論で あの戦略論だけをこう。実際に研修することって結構私多いんですよ。戦略論っていうのは、その時にはじゃあ診断士の財務会計とはちょっと触れないので、まあこういうね。ちょっと数字を入れながら計算します。よろしいでしょうかね。売上1個あたり100円のもの売れました。で、生産量は増えます。売上増えるとコストが減る。なぜかってうと生産量が増えると。 こちらいろんな経験曲線効果学習効果含めてコストが減っていきますよとでコスト減ると何なのかっていうと利益は増えるとそうですね100円で50円よりは100円で30円の方が利益は出ますとでリンクしていきますと生産量が増えるとなんか利益が出るよとじゃあそれをもう一回リンクしていきますとこちらね相対的市場成長率が増えるとね実際に大きくなると大きくなるっていうことはシェアが拡大するっていうことは キャッシュがが増えるとというところにつながってきますよと、はい、だから左側はキャッシュの入りがでかくでかいで右側はキャッシュの入りが小さい小さいとこういうふうになりますとはいよろしいでしょうかねちょっと回り道しましたけどここはあの選択肢で間違えないようにあとは財務のところへのフックとしてしっかりインプットしていただきたいじゃあいきましょうここで SBU の役割じゃあ戻りまして SBU どういう風に考えるのかっていうと例えば ここで出てくるのが金のなる木がお金が余るわけですだってそうですねお金がたくさん入ってきてお金が出ていかないじゃあここで花形のお金が入ってくるっていうのは分かりますこれオッケーですねお金が入ってくるっていうのは分かります相対的市場占有率が高くなるからね。お金が入ってくるだけどなんじゃあなんでお金が出てくるのお金が出るのこれも大きいのって言いますとそれはぐっと企業が成長するときまあいろいろとお金かかるんですよ なぜかっていうと成長させるためにはどんどん広告宣伝とか打たなきゃいけないじゃないですかそうですよねどん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 売り込んでいく企業がメーカーさんが売り込んでいくっていうことはそうですね昔で言うと例えば生茶が出たての頃とかすごい CM 流してすごいスーパーさんに対しても営業プッシュしていくわけですそうです新製品が出た場合にあとは例えば椿とかだってそうじゃないですか 昔シャンプーで椿が出た時も広告戦でものすごいかけるんですよでもかけてもいいのそれよりももっと儲けるように売っていこうというのがメーカーの中の戦略になるわけですねだから最初はここねコストかかるんですすごく知ってもらうためにだから入りももででかかいいいけどでもでかいという形になるでこれで入りが大きくなればいいんだけど CM バンバン売ってるのにもかかわらず導入期から CM バンバン売ってるのにもかかわらずなかなか伸びないこいつが困ると。でそれがた、ま、例えば S. B. U. の。丸一と S. B. U. もう一つ S. B. U.。丸二があったとします。丸二があったとします。 でそこで重要になってくるのは何かというと金のなる木でお金が入ってくるさお金が入ってきますこのお金をどちらに投資するかっていうのを考えなきゃいけないそれがこちらのちょうど PPMBCG の PPM の図の下に書いてあって先ほどマーカー引いていただいた金のなる木で生み出した余剰資金を魅力の高い問題児ここに集中投下するわけですだから SBU2 がこれだめだなと思ったらこいつはもう撤退かなと考えるわけだめだなと。 で金のなる木はここに集中投下していきましょうとでこの集中投下した SBU の一をどう育てるのかっていうとやっぱり花形製品に育ててで最終的には金のなる木にしていこうというふうに企業さんは考えなければいけないわけですね。はいでそしていきましょうじゃあ花形の例えば SBU の三 これがあったとしますでそこにも金のなる木のお金は十分に投入していかなければいけないとお金ないとね伸びないですからねはいまあそんなところが出てきますじゃあ負け犬はどうするんですか例えば SBU の4まあこれはちょっとしょうがないですよねという形で考えていくというのがまず PPM でここで PPM っていうのはお金だけなのでお金だけなので 例えば例えばですよこれはお金儲からないから撤退させちゃおうと考えますよねで実はそのお金儲からないから撤退させようと思ったんだけど撤退させようと思ったんだけど実はこの丸四と丸四と丸三の SBU はなんかこう密接につながっていると考えるちょっと青で今つなげましたこれがなんか密接につながっていて四があるから一が売れるみたいな まあそういうのがあるとしますよね例えばそうですねパソコンがあるからもう電池も売れるとかまあなんかそんなイメージで考えてくださいそう言ってある程度保管する製品とか保管する事業だとしたらこっちやめることによってこっちが売れなくなるとそこは考えてないんです PPM では PPM ではまずこのそれぞれの今目で見て取れる SBU の1,2,3,4がどれだけ 金生み出して出ていくのがそれだけ見てますだからシンプルなんですシンプルだけど限界っていうのはありますで今皆さんに申し上げた一例がこの限界この製品同士が相互に保管しているかどうかっていうのはわからないだから一が売れるのは四があるからこれを保管関係って言うんですね経済学で学習します保管っていうのははい でその補完関係であるそこは無視するとねまあ、考慮しないと言った方がいいですこれがま PPM の限界となるところなんでちょっと覚えておいてくださいはいすると今試験の中でも頻度が高い今 PPM についてこちらすべて学習の方は終了しましたでホワイトボード切り替えて続いてまあ簡単になんですけれども G さんのビジネススクリーンこちらについて学習を進めていきたいと思います はいじゃあそれではこちら皆さんしっかりとホワイトボードを移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを移してください続きまして大きい三番 GE のビジネススクリーンですねこちら学習を始めていきましょうはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうか じゃ早速ですね皆さんお手元大きい3番ですね G のビジネススクリーンこちら開いてくださいで書いてあるのは先ほどはボストンコンサルティンググループのこのプロダクトポートフォリオマネジメントでしたねで今回はもうライバル会社ですねこのマッキンゼーねマッキンゼーが開発しましたよとでどことといったところでゼネラルエレクトロニック社です はいまあそこはさらっと読んでいただいてじゃあまず違いをしっかりと考えていただきたいと PPM と何が違うんですか言ったところで PPM と違うのはまずこのマス目の数ですよね。これが33なので今度は9つと PPM は22なので4つでしたね。ですから 9か4かっていう数字の違いがまず大きなポイントになりますであともう一つちょっとマーカー引いていきましょうここはですね上から123455行目をちょっと中間よりあとですね5行目の中間よりあとを見てください BCG の ppm がっていったところからマーカー引きますよはいじゃあ BCG の ppm が現在の事業評価になるのに対し 現在と将来の側面から分析できる点で違いがあるですから現在だけじゃなくて将来も見ますよといったところが違いですよとここちょっとマーカー引いておいてくださいですからセルの数の違いと今マーカー引いていた,だたいただいたところの違いをしっかりとインプットしていただければ点数取れますんでまあそこはねあのその部分でいいんだなと。であとは縦軸横軸横で 縦軸の産業魅力度ってありますよねこちらでこれちょっと中身見ていただきますと中身に市場規模とか市場成長率なんて書いてあるんであなんか PPM と似てるなという風なイメージでよろしいかなと思います実際にですね。でまあ規模の経済性とか学習曲線っていうのはじゃあどこにかかってくるのかっていうと経験曲線効果にかかってくるところですね。 ですからあなんか縦軸っていうのは ppm と非常に似てるなと産業がどれだけ魅力度があるかとねそんなところですよね魅力度があるってことは皆さんどうですかって言いますと例えば成長率が高いこれ魅力度ありますよね。まあそんなところで考えていただければと思います。はいででそこで 高い中くらい低いという区分をしてじゃあ横軸見てください,事業,、ねああさいね、事業強度って何かと強度ねあごめんなさいね事業強度って何かっていいますとこれは自社の競争における、まあ、ポジションみたいなイメージで考えていただくとわかりやすいかなと自社の競争におけるポジションと。 まあいろんな本でいろいろな解釈されているんですけどこのねあのビジネスクリーンはまあそこが一番私も昔学習した中でまあフィットしたのでまあ皆さんもまあ競争のポジションまあ自社の競争のポジションというイメージで捉えていただきたいとなんか強度ってってよくわからないんでねはいじゃあいきましょうそうすると相対的マーケットシェアっつったらこれ PPM と一緒じゃねえかという話なんですけどまあそこは置いといて例えば価格競争力っていうのを見てください。 価格競争力っていうのはそうですよね強いのか弱いのかこれポジションじゃないですかうちは価格競争力は負けないよねと言ったら価格競争力の事業強度ははこれは高いといとう形になりますで例えばもう一つ製品の質ってありますねうちは価格競争力は強いんだけど製品の質はまあまあ中程度だねとかいや製品の質付加価値はものすごい高いよと。 いう,ふうに考えるんだったらまあ事業強度は高いというふうになると、まあ、そんなところで他社と比べたこの自社の競争のポジションといったところを、まあ、いろんな切り口から見てますよといったところをしっかりと、まあ、横軸としてね理解していただければと思います。ははいじゃあ,あとはですすね分け方ででままずは行きましょう産業魅力度でここで書いてある通りこれも色分けしちゃってください皆さん色分け。 例えば投資成長投資成長というのはこの左上の3ブロックになりますね1と書いてあるところですからここにですねここが投資成長のブロックですよっていう形でまずこういう形でですねはいなんかこうくくっていただくとイメージ残りますんで。 あこの部分が投資で成長なのかなというふうに考えてください。産業業魅力度度もも高高くて事業強度も高い部分ですよねでそしてじゃあ真ん中は置いといてこちら一番右下、ね、端っこの方魅力度が低くてあとは事業強度も低いって言ったところはこちらはこの3つは。 収穫撤退と収穫っていうのはもう回収してていいいいいいこううみたたなな感じで考えていただければいいかなと思いますもうどんどん刈り取っていきましょうとそしてまあ撤退しましょうなんてところがこの赤の部分とで真ん中の部分は選別しながら維持していくまあどうしようかなっていう形で選別しながら維持していくのが真ん中ら辺ですねちょっと色がねあのもう足りないのでこれグリーンで今くくってます。 こんな形ですねですからこのそれぞれのブロックがちょっとこういう形で色分けされますよっていうのを今皆さんね一緒に色分けしていただければイメージ残りますんで選選択肢選ぶとのプラスにななるかなと思いいますはい、ここまでが大きい3番で続いて4番のブリオ分析はもう先ほど学習しましたよね。でですかららこここまずはこちら 終わりという形ですね。経営資源のまあ戦略についてはおしまいとなります。で続きまして。まあ、経営資源戦略まあ、ここも重要なんですが、特に事例の2マーケティング流通に関する事例でまあ、よく出題される競争戦略ですね。ホワイトボードを切り替えて入っていきたいと思います。はい、じゃあこちらしっかりと映してください。よろしくお願いします。